浜田港は、鹿児島県の種ヶ島にある漁港であり、主に浜田地区の漁師たちの停泊港である。地元、種ヶ島、南種町では、平山浜田漁港と言われるのが、一般的。基本的に漁師たちの船しか停泊しないが、趣味等で釣りに行く船も、数隻停泊している。外洋漁をしているのは、港周辺に住む、漁家参加都庁内よりの一やその他には、 沿岸や近隣に点在する岩礁へ釣りに行く程度の小船舶である。地元民は、その点在する岩礁を、小島、小船舶、船外汽船を天馬と呼ぶ。また、浜田港は普通地元民に、浜と呼ばれており、近くにあり、仙座の岩屋と呼ばれる洞窟のある、浜田海水浴場を、後ろ浜と呼ばれている。浜田交渉規模の冷凍、冷蔵庫が設置されているが、 利用するのは、もっぱら4漁課であり、場所もだいたい決まっている。かつては燃料補給用のタンクが存在したが、台風により損壊、タンクは長く放置され子供たちの遊び場となっていたが、強力な台風の上陸により、タンクが傾き、ついに撤去された。最近では、拡張工事、小波ブロックの陳設などが進み、面積は倍近くになっている。 地元民の話によると、60年近く前は、もちろんコンクリートの堤防などなく、現在の半分程度までしか海は来ていなかったという。地元民以外の入港は、多少危険が伴う。なぜなら、入り江の岩礁が多少複雑であり、知っている人間か、地元漁師の誘導がなければ、船を傷つける恐れがある。ありがとうございます。